こんにちは、エルです、今日はですね、福岡、めちゃくちゃ雨ということで、雨ばっかりなんですけども、まあ、とりあえず今日は筑後の森ですなので、一安心ということで、今日もコメント読みをしていこうと思います。フォーティーオールはこれおすすめっていう、なんだっけ、フォーティーオールは確かサーバンドブレでした、ショート動画かな。はい、コンドラトブスキさんから、お久しぶりに、コメントいただきました。外国のテニスのコーチの方かな、グレートということで、一言コメントをいただきました。ありがとうございます。そうね、とにかく僕は、ね、学生の時は3セットマッチのデュースありが当たり前に、ね、やってて、でそこから社会人になって、うわ怖いなって思ったのがやっぱね、ワンセットマッチ のノーアドっていうのを学生まで経験したことはなかったので、ノーアド怖いなみたいなね、デュースが長く続けば続くほど僕は体力に自信があったので、粘り勝ちできるんじゃないかなと思ったんですけど、フォーティーオールはね、言ったら宝くじみたいな感じでバシーンともエース取れたら終わりっていう感じになったりするんで、よりねギャンブル性が高いテニスの方の方が、まあ、取れる確率上がる場面が多いよね、まあ、絶対じゃないですけどね、はい、そういう感じで、なんでフォーティーオールは、まあ、しっかり攻めようということで、まあ、サーバンドブレーは使えるので、ただ結構怖いのでぜひチャレンジしてみていただければと思います。じゃあですね、本命になるラケットはどっち、プロスタッフ 97VSX ってことで、これ今97持ってるんですけども、テニスのひさしんさんからコメントをいただきました。八尋さんは 6.0 を使っている姿がデフォルトになってしまったからか、97とか X だと面が大きく感じてしまいます。やっぱり 6.0 を映えますねってことでコメントいただきました。そうですね、なんだかんだのこの97って言っても、まあ、僕がもう一個持ってる85と比べたら12平方インチ大きいですからね。12ってめちゃめちゃでかいですよね。なんだっけ、100平方インチのラケットを使ってる方が112平方インチのラケットに変えたらでかっと思うと思うんですけど、そんな感じと、似ています。まあね、普段85から97のその85を見たことない方も多いと思うんで、はい、まあ、皆さんが持ってるラケットが、すごいデカラケに変わったんだなと思っていただければ、やっぱ簡単ですね。明らかに 6.0 と比べると97とか X は簡単です。めちゃくちゃ簡単なんですけども、まあ、今年はねちょっと、まあ、テニスを頑張ろうということで、去年はね本当に自分のためのテニスは頑張ってなさすぎたので、もう月一の試合出れればいいかなぐらいの、もう惰性でやってた感じだったので、今年はね、まあ、テニスの練習は去年と比べたら、まあ、多いし、まあ、体作りもしていこうということで、まあ、いろいろやってるので、成果を出すのにね、ちょっとラケットの力も少し借りよう、まあ、ラケット変えたら勝てるわけじゃなく、あくまでも自分の能力を上げてそれにラケットを手助けしてもらうというのが、まあ、一番だと思うので、はい、まあ、ちょっとね試合も全国大会をかけた試合もどんどん近づいてきているので、まあ、それに向けてさらに頑張らないとなという感じです。じゃあですね、VS45 歳以上福岡県王者という動画のコメントで、アーノティーコンさんからコメントをいただきました。ゾーンに入ってますね、近藤さんの逆襲がありそうですが、そこを、どう対処するかが楽しみにしていますということでコメントをいただきました。そうですね、本当に最近ね体作りをしっかりしているので、まあ、食事だったりトレーニングの面だったりでいろいろやってることによって、本当にこうね頑張ってないけどなんかものすごい成果出るなみたいな、そういう感じになっています。まあ、それこそね心技体って言いますけど、まあ、ちょっとねなんだっけ大義心、なんかその順番を変えて言う言い方もありますけど、まあ、とりあえず心技体という3つがあるとして、まあ、技術をね上げることに僕は特化してたので、体力を上げようということで、体力っていうのはその走るためのその疲れにくい体力っていうのもありますけど、筋力的だったり、まあ、体自体をまあ強くしようということで、まあ、今結構取り組んでるんですけども、体が強くなることによってプレーが安定するんで、技術と体作りを鍛えてあげてると、それによって心が落ち着くので余裕があるというか、なんかすごい、あ、全然なんか余裕で打てるなっていう感じになって、メンタルも安定するんで、まあ、メンタルを鍛えたいからメンタルの勉強しようっていうのももちろん大事だと思うんですけども、まあ、僕的にはね自分ができるパフォーマンスを上げてしまえばメンタルは揺らぎにくいかなとか思いながら、はい、まあ、いろいろ試しているので、
またなんかね、まあ新しいことが思いついたら、なんかこう、あったらどんどん言っていきます。じゃあですね、秋太郎さんから、心地よいショットばかりで、全てお手本みたいです。これで出力 50% くらいとは素晴らしい。後半のセットも楽しみです。ということでコメントいただきました。そうですね、できる限り本当にあの、正面同士でラリーをしている時の、感覚でずっとやってるっていう感じです。攻めるわけでもないし、守備するわけでもないし、みたいな、そういう感じです。出力ね、50% ぐらい、最初なんか言うときに 70% ぐらいでいこうかなって言ったんですけども、やりながら思ったのが、50% も出してない感じ、その、これ別に手加減してるとかそういうわけではなく、自分がミスをしない。だけど、これぐらいなら打てるかなっていう、そのギリギリのところを攻めをすると、まあ、30から50でやってたような感じです。感覚的にですよ。まあ、実際にあの、自分が出せる棒のスピードの半分で打ちましたってわけではないので、自分が出せる出力の、そうね、半分以下ぐらいかなっていう感じです。はい。そう、この出力に関してね、またちょっと話したいところもあるので、まあ、ボイシーかなんかでまた話そうかな。じゃあですね、ノブさんからコメントいただきました。いつもお世話になります。八尋コーチの全てのショットがパワーアップしてると、感じましたってことで、そうですね、最近本当あの、食事とトレーニングを頑張ってるんで、はい。今まで、全然やってなかったところなので伸びしろがあるという感じで、まあ、あとはね試合あの本番の試合の時にそうね本番の試合で力を発揮するためにはもうちょっとこう磨かないといけないなっていうところがたくさんあるんですけども、はい、そんな感じで頑張っていっております。じゃあですね、ミニテニスというミニテニスという最高の娯楽っていう動画のコメントで白も黒もさんからコメントいただきました。ミニラリー、サービスラインから数歩下がれば解決するのでは？どういうことだ？サービスラインから数歩下がれば解決する。このショート動画は、まあ、ミニテニスってものすごいこう、なんすね、まあ、体に優しくて楽しいものですよっていうあれなんですけども、サービスラインから数歩下がって、れば解決するのではどういうことかな。サービスラインから下がっちゃったらもうミニテニスじゃないですよ。ちょっと、あの、意図が汲み取れずに申し訳ないんですけども、そんな感じで次のコメントにいきます。リクエスト、激薄フォアハンドの強打のイメージがわかりますっていう動画のコメントで、コンチネンタルグリップの方ですね。チャンシロさんからコメントをいただきました。いつもありがとうございます。コンチネンタルより少し厚めのグリップにしてフォアを打っています。あの僕もあの僕も握りがですね、大体こんぐらい、ちょっと分かるかな、これ、まあ僕の場合はですけど、この第一関節、この親指のこの曲がるとこが、曲がるとこっていうかな、この立てた時のラケットのこの横の目やに、ね、この面の上に線がですね、線、これ、この、ちょっとね、この線に、かかってるぐらい、わかりますかね、これこういう感じ、コンチネンタルでもイースタンでもないというか、なんかちょっと間な感じなんですよ。まあ大体同じぐらいのかな、まあ、僕はセミイースタンって勝手に言ってるんですけども、なんだっけ、面の向きがばらついてしまって、時にはホームラン、時にはネットしてしまいラリーで相手に迷惑をかけてしまい悩んでいます。何から直していいか分からなくなってしまいました。面の向きどれぐらい かぶせたらいいか、あるいは上向きにしたらいいか、考え方があれば教えてくださいということで、そうですね、面の向き、まあパッと見て思うのは二度引きしてるのかなみたいな感じですけどね。ぶっ飛んだりネットしちゃったりする場合ってラケット面が暴れてるはずなんですよね。まあ僕がもし何をするかって言ったら、まあ、手とラケットの先端、まあ、グリップエンドとラケットの先端がこのドッグパッドの位置から同じスピードで進むように、これ今同じスピードです。ここからこれ今同じスピード、同じスピードで進むことができればスピードは出ないんですけど、その代わりボールのばらつきは最小限に抑えれるので、
両手テイクバック完了、ドッグパッドからグリップとラケットを同じスピードで動かして、特に調子が悪いな、崩れてきたなって思う場合は、一番簡単な方法は面上向きです。上向きっていうのはどれぐらいじゃ上向けるといいのっていうのは自分が打ちたい高さによるので、例えばですけど45度、ま、上に打ちたいなと思ったら45度上向きの面で45度上に振り上げると一番なんですかね、狙ったところに行きやすいというか、この差が45度上にしたいから、じゃあ前向きにして、じゃあなんだろうな、じゃあ90度上げるみたいななると、これ差があるとして、この差が少ない方が安心ですよね。例えばこうやってじゃあ上に打ちたい、真上に打ちたいとしたら、真上に向けた、真上に向けた面の向きで真上に向かって振り上げるのが一番安全に打てるとして、飛びすぎたら優しく打てばいいし、飛ばなすぎたら強く打てばいいしって感じで調整します。で、これがこうやって回転かけると早く打っても飛ばないようにはできるんだけど、調整効かないときにどうしたらいいか分かんないとなりやすい。あとはね、さっき言った二度引きとかしてしまうとラケットが暴れるので、ボール付きで言うとこうやってやってるみたいな、そういう感じになっちゃうので、グリップとラケットを同じスピードで上げてあげるような、そういう状態を作りたい。なので僕がこっちに向かって、斜め45度上に向かって打ちたいなと思ったら、ドッグパッドの状態からグリップとラケットを同じスピードで動かしながら打つから、だけど打ち終わりを変えないように、始まりと終わりは変えないようにして、ここら辺の調整だけしていくっていう感じ。調子が崩れるときはやや上向きの面でゆっくり振るのが一番安心です。もちろんそれで思いっきり振るとぶっ飛ぶので、その場合はぶっ飛ばないように、じゃあ面の向きがだんだん垂直に近づいて、ボールに回転をかけていくんで、あまりこうかぶせるとか思わないわけです。かぶせると思うとシャリシャリになりやすいので、かぶせると思うと背屈が強くなって、こういう前腕の回旋しやすくなるんですよ。で、面を上向けようと思うと、これで前腕の回旋するとこうなるんで、スライスだったら間違える可能性ありますけど、スピンを打とうとしてやや小屈にする上向きの面を作れれば前腕の動きを制御できるんで、自然とこの終わりを使用すると上腕の回旋になりやすい。なんで、準備完了からやや上向きの面作って最後まで振りつつ、肩を使えるかな、もちろん肩以外も使いますけども、そういう意識で練習できるといいと思います。最後のコメントが一番この動画にとっては何ですかね、参考になるんじゃないかなっていうような内容だったんですけども、じゃあそんな感じで今日のコメント見は終了ということで、今日も一日頑張ります。じゃあそんな感じで終わります。次の動画でお会いしましょう。超チョコ、ボイシーの更新と X もしていますので、お願いします。じゃあそんな感じで、フォローをしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても予定を組んで福岡まで来て、レッスンをしてっていう時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国にはたくさん悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、そういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、わかんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。